1916年5月10日、長い航海の果てに、サウスジョージア島に上陸するジェームズ・ケアード号を描いた絵画ジェームズ・ケアード号の航海は、アーネスト・シャクルトンが率いた帝国、南極横断探検隊の中で、1916年に南極のサウスシェトランド諸島にあるエレファント島から南大西洋のサウスジョージア島まで約800海里を小さなボートで渡ったものである。 探検隊は、遠征に使ったエンデュアランス号が降臨に潰された後でエレファント島に渡り、その中から6人が救援を求めるために改造した救命ボートで出発した。極限歴史家たちは、それまで行われた中でも、この航海は小さなボートでの最大級の航海になったと評した。1915年10月にエンデュアランス号がウェッテル海の総評によって沈められ、 シャクルトンと隊員たちは不安定な不評の上で漂流した。この集団は1916年4月まで北向きに漂流を続けていたが、この時宿営していた氷が割れた。彼らは救命ボートでエルファント島に渡り、そこでシャクルトンは救援を得るための最も効果的な方法が、その救命ボートの一つでサウスジョージア島まで渡ることだと判断した。 三隻あった救命ボートの中で、ジェームズ・ケアード号が最強と考えられ、その度に耐えられそうだと判断した。その船名は、ダンディの銃と製造者かつ、事前事業家であり、その資金でこの遠征を可能にしていた、ジェームズ・キー・ケアード教から取られた。遠征に出る前に、船大工のハリー・マクニッシュが、南極海の荒い海にも耐えられるよう、その方とを強化し改良していた。 エレファント島を出た後は、転覆しそうになるなど多くの危険を乗り越えて、ボートは16日間の航海後に、サウスジョージア島南岸にたどり着いた。シャクルトンと二人の隊員が、島内陸の山岳を越えて、北岸の捕鯨基地に到着した。ここでエレファント島に残った隊員の救援隊を組織することができ、一人の生命も失うことなく、救援に成功した。第一次世界大戦後、 ジェームズ・ケアード号はサウス・ジョージア島からイングランドに戻され、現在はシャクルトンの母校であるダリッチ・カレッジで永久展示されている。大きく傾いたエンデュアランス、氷の間に沈む直前の姿、1915年11月1914年12月5日、シャクルトンの遠征船エンデュアランスがサウス・ジョージア島を経ってウェッテル海に向かった。これは 帝国南極横断探検隊の第一段階だった。まず、ウェッテル海で探検されている中では最も南の南位77度49分にあるバシェル湾に向かい、そこで陸上部隊が上陸して南極横断探検に備えることになっていた。しかしその目標地点に達する前に船は総評に捉えられ、脱出の試みが長く行われたものの、 1915年2月14日に、しっかりと氷で周りを固められてしまった。その後の8ヶ月間、船は北向きに漂流し、10月27日に氷の圧力で潰され、最後は11月21日に沈んだ。シャクルトンと27名いた隊員は、不評の上で宿営を始めた中で、シャクルトンの考えはいかがにすればその隊員をうまく、救うかに変わっていた。 最初の計画は氷上を歩いて最も近い陸地に移動することであり、他の船が通ることがあると分かっている地点に達することだった。その移動を始めたが、氷表面の正常などによって進行が妨げられた。シャクルトンは後に柔らかく、よく割れ、開口部が不評をあらゆる角度に割っていくと表現していた。前進するために数日間苦闘した後で、行軍を中止した。 タイは平らな不評の上で忍耐のキャンプを構築し、さらに北に漂流して明けた海に出ていくのを待った。隊員はエンデュアランスから3隻の救命ボートを持ってきており、シャクルトンはそれらに遠征の主要な出資者からスタンコーム・ウィルズ、ダドリー・ドッカー、ジェームズ・ケアードと名付けていた。 タイは1916年4月8日まで待ち、その時点から救命ボートで氷を割って進み始めた。荒海や危険な不評の間を7日間、ホトオールを使った危険な航海の後で、タイは4月15日に暫定的な退避場であるエレファント島に到着した。1916年4月、エレファント島に到着した、シャクルトンのタイサウスシェトランド諸島の東端部にある、 エレファント島は遠征隊が行こうと計画していた、どこよりも遠く、また通常の船が通るルートからも、はるかに離れていた。救援船が探しに来る可能性も低く、外海の機関が救援を考えるとしても無視してかかるところだった。この島は、荒涼として、人には厳しく、大地には植物が生えなかったが、清水があり、アザラシやペンギンが比較的多かったので、 差し当たり生存するための食料や燃料は上達できた。南極の冬の厳しさが急速に迫っていた。キャンプしている狭い砂利浜にはすでにほとんど連続した暴風や暴雪に見舞われており、その暫定キャンプのテントの一つを破壊しており、別のテントはペシャンコになった。それまでに隊員が経験した圧力や厳しさがさらなる混乱さを予告しており、隊員の多くは、 精神的にも肉体的にも疲れ切った状態にあった。このような状態の中でシャクルトンは救命ボートの一隻を使って助けを呼びに行くことにした。最も近い港は540回離れたフォークランド諸島のスタンレーだったが偏西風のため近づくのが困難だった。よりマシな選択肢はサウスシェトランド諸島の西端部にあるデセプション島を目指すことだった。 そこは、無人島だが、海軍本部の記録では、ナンパ船のための物資が蓄えられており、捕鯨業者が時たま訪れているということを示していた。しかし、そこに行くためにはやや開けてはいない海だが、偏西風を逆行することになり、救援の手があるのか確実性がなかった。副隊長のフライクワイルド及び、エンデュアランス号船長のフランクワースリーと検討した、後、 シャクルトンは北東にあるサウスジョージア島の捕鯨船基地に行くことに決めた。このことは南極海を横切って約800海里というかなり長距離を救命ボートで航行することを意味した。冬が急速に近づいていたが追い風を受ければ実行できると思われた。シャクルトンは海に氷がなくボートが荒海に耐えれば1ヶ月のうちに航海して、 救援隊と共に戻って来られると考えた。ジェームズ・ケアード号がエレファント島からサウスジョージア島までたどった経路。緑はエレファント島に至るまでの経路をサウスジョージア島に行くとすればハリケーン並みの暴風と悪名高いケープホーンローラーズと呼ばれる荒波が予測された。波の高さは60フィートにもなると見られた。それゆえにシャクルトンは3隻の救命ボートの中で 最も重く最強のものである、低長22.5フィートのジェームズ・ケアード号を選んだ。ワースリーの命令に従って、ロンドンでホエールボートとして建造され、ノルウェーの造船業者、コリン・アーチャーが開発した船守備道計に設計されていた。シャクルトンは遠征隊の大工であるハリー・マクニッシュにこのボートを外洋を行くことができるように改装することを求めた。マクニッシュは、 間に合わせの道具と材料で即座に、ボートの階装に取り掛かり、減速高さを上げ、木材と骨ので、間に合わせの甲板を作り、油性ペンキ、ランプの芯、アザラシの血液で防水加工を施した。船体は、タドリーロッカーのマストを、竜骨の長さにわたって内部に縛り付けて補強した。その後にメインマストと水ンマストを持ち、ラグするとジブを張るケッチとして偽装された。 ボートの重量は約1トンのバラストを足して重くされ、シャクルトンが遭遇するものと考えていた荒海でも転覆する危険性を減らした。6人の隊員が1ヶ月生存できるように物資が積まれ、そのことについてシャクルトンは後に、もし我々が1ヶ月でサウスジョージア島まで達しなければ、その時は我々は確実に破滅しているだろうと記している。南極大陸横断のために、 用意されていた食料パックを積んだ。ビスケット、ボブリル、砂糖、乾燥ミルクが入っていた。18ガロンの水二た,たる、プリムスストーブ2個、パラフィン、石油、ロウソク寝袋、および、いくつかのスペアのソックスが積まれた。シャクルトンが最初に選択した同行者は、ワースリーとトム・クリーンだった。クリーンは、行くことを懇願したとシャクルトンは記している。 クリーンは1901年から1904年のディスカバリー遠征以来の仲間であり、ロバート・スコット大佐のテラノバ遠征にも従っており、不幸な結果になった南極天行隊には直前までついて行って引き返してきていた。シャクルトンはクリーンならば苦しい中でも最後までやり通すと信頼を寄せており、またワースリーのナビゲーション能力には絶対の信頼があった。 特に困難な局面で役割を果たす能力が特筆された。ワースリーは後に南極の冬が始まっていたので、我々はこれまで経験した中でも最大に困難なことを知っており、世界の中でも最悪クラスの海を渡ろうとしていたと記している。ジェームズ・ケアード号の残りの席には志願者を募った。多くの者が志願した中から、 ジョン・ヴィンセントとティモシー・マッカーシーという屈強なセニン二人を選んだ。最後の席には大工のマクニッシュを選んだ。彼は50歳を過ぎているが、ボートの搬送には知識があり、しかも大変素早いとシャクルトンはマクニッシュについて記している。ヴィンセントとマクニッシュは、氷界からエレファント島までの困難な航海中に、互いの価値を確認していた。 二人ともいくらか扱いにくい性格であり、シャクルトンはその手元にトラブルメーカーになる可能性のあるものを置いておこうと考えていた可能性がある。エレファント島の海岸から出発するジェームズ・ケアード号。1916年4月24日、シャクルトンは出発前にフランク・ワイルドにジェームズ・ケアード号が出発すれば、すぐに全式を取るように指示し、この旅が失敗すれば、 翌春に隊員をデセプション島に連れて行く試みを行うよう指示した。ジェームズ・ケアード号は1916年4月24日にエレファント島を出発した。風は穏やかな南西風であったがそれが迅速な出発の助けとなり、ボートはすぐに島の視界から消えた。シャクルトンはワースリーにまっすぐサウスジョージアに向かうのではなく、真北に進路を取りを命じた。 これは決表し始めていた不評の腹を避けるためだった。出発した夜半までに交流背後にしたが、海はうねりが出ていた。翌日の夜明け、船はエレファント島から四十五回里来ており、荒海と風力急の風の中を走った。三人二組がウォッチに当たることとし、一人は火事、一人は帆、三人目が水の買い出しに当たった。非番の三人は選手の 小さな覆いのあるスペースで休んだ。当番が終わった時に場所を交代する時の難しさについて、シャクルトーンは、それほど多くの痛みを感じなければ、ユーモアで処理してもよかったと記している。その衣類は無パンボートの旅ではなく、南極のソリの旅のためにデザインされており、耐水性はなかった。凍るような海水に触れることが繰り返され、その肌は痛みっぱなしになった。 成功の鍵は、ワースリーの位置観測にあった。それは、日の出のわずかな時間の間に、縦揺れ横揺れするボートの上で目視で行われた。最初に観測できたのは2日後のことであり、エレファント島から北に128回り来ていた。コースは、サウスジョージア島に、まっすぐ向かう方向に修正された。流氷の危険性は去っていたが、ドレーク海峡という危険な海域に差し掛かっており、 陸地に妨げられない大波が地球を洗っていた。船が動くことで、プリムスストーブで食料を温めることが、ほとんど不可能になり、コックになっていたクリーンは、何とかして隊員に食べさせることを続けた。サウスジョージア島に近づくジェイムズ・ケアード号次に、位置観測ができたのは4月29日であり、238回り、移動してきていた。その後、 最悪の気象条件になったので、観測は、想像力の楽しいふざけになったとアースリーは、表現している。ジェームズ・ケアード号は、荒海で水をかぶり、沈没の危険性も常にあったが、絶え間ない買い出しで沈没を免れていた。しかし気温が急速に降下し、凍ったしぶきが蓄積され、そのために転覆する、危険性が出てきた。隊員は斧を持って横揺れする甲板に入れて、 甲板パンやホゲタの氷を落とす必要があった。海怒りを下ろして48時間停止し、風が収まるの待った方を上げ前進した。これだけ骨折りしても、5月4日にワースリーが3回目の観測を行った結果では、サウスジョージア島までまだ250回りもあった。5月5日、最悪の天候が戻ってきて、これまで最大の荒海となり、危険性が増した。シャクルトンは後に、 我々のボートが持ち上げられ、波を破るときには、コルクのように放り出されるのを感じたと記した。ボートが沈まないように乗組員は死に物狂いで水をかき出していた。それでもボートは目標に向かって前進を続け、翌5月6日にワースリーが推測広法で計算すると、サウスジョージア島の西端まで115回に来ていた。しかしこの時までの2週間でたまった疲労が、 隊員に重くのしかかっていた。シャクルトンは、ヴィンセントが、限界に来て活動できなくなり、マッカーシーは、弱いがハッピーであり、マクニッシュは弱っているがそれでも、気概と精神を示していると評していた。5月7日、ワースリーがシャクルトンに、現在位置の精度が10マイル以内には抑えられないと、告げた。強い南西風によって島を通り過ぎるほど、吹き流される、危険性を避けるために、 シャクルトンは、ジェームズ・ケアード号を島の人が住んでいない、南西海岸に着けるようコースを少し変えるよう命じた。そこまで行けば、ボートを回して、島の反対側にある、捕鯨基地に行けるかを試すことができると考えた。シャクルトンは、当時の我々にとって、物事はすべて悪かったと記したが、一方で、巧妙の時は、長く厳しい夜のウォッチの間に温かいミルクのマグカップを、 我々、それぞれが受け取る時だったとも記した。5月7日の遅い時間に海藻が浮いているのを視認でき、翌朝にはウナド鳥の姿が見られた。ウは陸から遠くには離れないことが分かっていた。5月8日正午を回った頃、サウスジョージア島を初めて視認した。キング・ホーコン湾の一ボートが海岸線の高い崖に近づくと荒海のために直接上陸するのは、 不可能だった。24時間というもの、彼らは離れて待つことを強いられた。風が北西寄りに変わり、これまで経験したことのないような最大級のハリケーンが急速に発達したためだった。この時間の大半では、岩がちなサウスジョージア島の海岸に打ち付けられるが、その海岸から5マイル離れたアンネコフ島に同じくらい吹き寄せられて難破する危険性があった。 5月10日、嵐が幾分和らいだとき、シャクルトンは弱っている隊員が次の日まで体力が続かないことを心配し、障害が何であれ、上陸を試みる必要があると判断した。彼らはキングホーコン1入り口に近い警部後部に向かい、最後は数回試みた後でそこに上陸できた。シャクルトンは後にこのボートの航海のことを究極の闘争の一つと表現していた。 歴史家のキャロル・アレクサンダーは、彼らは、権威筋の注意深く重み付けした判断がなされるのを、知ることがないか、あるいは気にかけないかもしれないが、ジェームズ・ケアード号の航海はかつてなされたボートの旅で、最大級にランク付けされることになるだろうと評している。キング・ホーコンはアンタンインが回復すると、シャクルトンは、島の北海岸にある、捕鯨基地に、ボートで回ることは、不可能だと判断した。 ヴィンセントとマクニッシュはそれ以上移動することが難しかった。シャクルトンはボートをキング・ホーコン湾のより安全な位置に移動させ、そこから自分とワースリー、クリーンが徒歩で島を横切り、人の住む基地であるストロムネスを目指すことにした。5月15日、ジェームズ・ケアード号は砂利浜に沿って約6カイリの湾を近くまで移動した。 この時は、ジャーキンの元に持ってきていたトマス・マー,ーサークロノメーターでナビゲートした。ここでボートを浜に上げ、退避所とするために上下坂様に置かれた。この場所は、ペゴティキャンプと名付けられたが、これは、チャールズ・ディケンズのデイビッド・コッパフィールドで、ウバのペゴティのボートの家から取られた。5月18日早朝、内陸横断を目指す3人の隊が、 サウスジョージアでは確認されている中で、初の島の横断に出発した。彼らは地図もなかったので、山の尾根や氷河を横切っていく必要があった。36時間連続で旅を続け、ストロムネスに到達した。シャクルトンの隊員は、ワースリーの表現では、かかしの恐ろしい三人組になっていた。寒さ、風、凍傷、蓄積された死亡のすすで真っ黒だった。 5月19日、その夜遅く、原動機付きの船が、キング・ホー・コン湾に派遣され、マッカーシー、マクニッシュ、ビンセントを拾い、ジェームズ・ケアード号を引いてきた。ワースリーは、ストロムネスにいた、ノルウェー人スイフがすべて、ジェームズ・ケアード号を、桟橋の上に上げることを助ける栄誉を主張したと、記し、その身振りが、全く感動的だったと記している。南極の冬が始まり、 氷の状態が悪かったので、シャクルトンがエレファント島に残された隊員のために救援船を送るには3ヶ月以上待たねばならなかったが、最終的にルイスパルドを船長とするチリ海軍の蒸気、駆動タグボート、イエルチョ号を使い、隊員全員を無事救出し、1916年9月3日にチリのプンターレーナスに到着した。南ロンドンのダリッジカレッジで保存されている。 ジェームズ・ケアード号現在のストロムネスは廃墟となっているジェームズ・ケアード号は1919 19年にイングランドに戻された。1921年、シャクルトンはシャクルトン同遠征を率いて南極に戻った。1922年1月5日、シャクルトンは心臓発作で急死した。遠征戦クエストがサウスジョージア島に係留されている間のことだった。その年の後半、 シャクルトン同遠征の資金を出し、南ロンドンのダリッジカレッジでは、シャクルトンの旧友だったジョン・クイラー・ローエットが、ジェームズ・ケアード号をカレッジに贈呈することを決めた。ボートは1967年まで、そこに置かれていた。ただし収容する建物は1944年の空襲でひどく傷んでいた。1967年、ボートは国立海洋博物館の管理下に渡され、 修復された。その後は1985年まで博物館に展示され、その後はダリッジカレッジに戻され、ノースクロイスターの新しい場所に置かれた。その下にはサウスジョージア島とウェールズのアベリストイスから集められた石が敷かれた。この場所はジェームズ・ケアード号の高級的な展示場所になったが、時には大きな展示会、ロンドンボートショーやグリニッチポーツマス、 ファルマスでの行事に貸し出されることがある。海外では、ワシントン DC、ニューヨーク、シドニー、ボンでも展示されたことがある。ジェームズ・ケアード協会は1944年に設立され、南極における発見の著しい功績の記憶を保存し、検証し、アーネスト・シャクルトン教の名前に関わる消失した指導者室を称賛するためとされている。ありがとうございます。